皆さんこんにちは、島根県議の原拓也です。今日はですね、まもなく5月議会が始まるんですけれども、5月議会の補正予算の項目を皆さんにいち早くお伝えしたいと思います。今日はですね、生活にこのコロナでお困りの方を支援するための生活福祉資金の補正項目です。貸し付けの制度なんですけれども、これ延長になります。受付期間がですね、従来は令和4年の3月末までだったものが令和4年の8月末まで受け付けますので、その分貸付原資を増額するという補正項目になっています。でこれどういったものなのかということでご説明したいんですけれども、2種類あります。1つは休業された方向けとされています緊急告知資金、もう一方はですね、失業された方向けの総合支援資金というものがあります。例えばこの緊急告知資金、貸付上限は20万円以内、一方こちらはですね、月20万円以内を原則3ヶ月貸し付けるというものでございます。据え置き期間は両方とも1年以内と。で、償還に関してはですね、こちら緊急告知の方が据え置き期間経過後の2年以内、またこちらは据え置き期間経過後10年以内に償還をしてくださいというふうな制度になっています。そして利子や保証人についてはこの両方ともですね、一切必要ありませんので、ぜひですね、この最寄りの社会福祉協議会にご相談をいただけたらというふうに思います。これですね、どっちかしか使えないということではなくてですね、両方使える場合もありますので、ぜひ迷われた方はですね、非常に生活に困っているという場合はですね、社会福祉協議会の方にご相談をいただければ、制度の様々な細かいことも伝えてくれると思いますので、皆さんぜひご利用してみてください。皆さん、チャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。